はい、本日はですね、もう、マラドーナデイという感じの、命日デイという形なんで、アルゼンチンの選手をですね、ちょっと多めに紹介しようかなと、たまたま思ってたんですけど、誰ですか、君は。アウグスト・フェルナンデス。知りませんけど、スペシャルカードなんですね。アウグスト・フェルナンデス。誰やねんと。知らねえと。86年、もう引退してんな。中盤の、そこか。ボランチやねんな、典型的な。能力高いじゃん。ディフェンス15。まあ、シミューネに引っ張られてきたって感じかな。この時のアトレティコってことは。現在リタイアしてると。アルゼンチン代表16キャップ。ワールドカップ行ってるもしかして。ワンチャンあるかもね。まあ、でもそのレギュラーじゃないと思うし、知らんからね、みたいなやつ。アルデンティーナには、メンバー入ってんな。2014年。ドイツに負けたとか、一試合も出てないですけど、メンバーに入ってます。すげえ。その後は入ってないと。でもすごいじゃん。なかなかの選手ってことやね。知らねえやな、マジで。それはそれは。現在は、特に何もないと。アウグスト・フェルナンデスちゃんは、リバープレートの出身と。危ない。で、フランスのサンティティエンヌ、スペインのセルタ。セルタが3年間ぐらいか。で、アトレティコに来たと。アトレティコはでも2年か。で、その後は中国に行ってると。で、現役最後はカディスか。っていうところで、2年プレイして引退と。引退したのが、去年か。去年引退してるのね。まだ引退したてやねん。ほやほややん。プロ通算404試合と。まあ、ラリーガが一番やっぱ長いんやな。チャンピオンズリーグも7試合出てると。どこや？アトレティコかな？アトレティコしかないわな。サンティディエンヌじゃないよな。セルタでもないよな。だからまあ、そこそこかな。プロ通算404試合。まあまあ、そこそこかな。でもアトレティコではそこまで戦力になれてなかったよね。すぐ出されてるから。年齢的なことなんかな？ちょっとわからんけども。はい。まあでも意外とね、ワールドカップにも出てるしっていう感じで、ね、なんせスペシャルカードですからね、意外と掘り出し物だったのかな。